鍵がなければ開かないだろ。分かってるわよ。本当に返しに行くつもりか。行くわよ。何か。いや、ノードポリカで見たでしょ、私の魔術の制御が効かなくなった。この中に入ってるクリアシエルってのがエアルに何らかの干渉してるんだわ。エアルに干渉だって？こんな小さな箱が一体どうして？それが分かんないから何とかしてこの箱開けたいんだけど。確かに用無限って町にその箱の鍵になるものがあるかもしれないな。もうエステルにお願いされたからとかそういう問題じゃない。それじゃあお前はあの日記に書かれてた用無限って町を探すのか？そうね、できればそうしたい。できれば？エステルをほっとくわけにはいかないのよ。ほっとけばいいだろう。ほっときたいわよ。でもできないの。今までだったらそうしてたのに、なんで？砂漠へ行くなんて本気じゃないわよね。悪いな、こんなところまで付き合ってもらって。なんだよ、変な顔して。そんな風に謝られるなんてちょい気持ち悪いわ。だっておっさん、ベリウスに書状を届ける用事があったんだろ？そうだけど、新月まで会えないってんならしょうがないって。ジョーちゃんの気ままに付き合うわよ。おい、気楽だな。いいのか、うろうろしてたら新月過ぎちまってドンに叱られるぜ。どうせ叱られ慣れてるし、待たされるんなら次の新月までだって待つわよ。新月は来月も来年も何度もあるんだから。気の長いお話で、本当にそれでいいのかよ？そうなの、それでいいわけないのが大人の世界なのよね。まったく。ま、適切な判断ができるのも大人ってわけよ。行かなきゃなんないって分かったら行くって。ま、もう少し一緒にいさせてよ。お好きにどうぞ。なんだ、まだいたんだな。なんじゃ、うちと別れるのが寂しくて探しに来たのか？お前の方が俺と離れがたくてこの辺りをうろうろしてるんじゃないのか？実はその通りなのじゃ。うちと結婚してくれ。お前が大人になったら考えてやるよ。お、来たな。あんた何？いや、こいつのちょっとした知り合い。うちの旦那なのじゃ。まあいいや、一応あんたが欲しがってたマリスステラの情報は手に入れたが。ありがたいのじゃ。その前にあんた、アイフリードの孫って話本当なのか？あ、聞いたんだよ、そういう噂を。本当なのか？本当なんだな。だとしたなら、お前にはこいつはやれない。ギルドの義に反した奴の孫と取引したと分かったら、うちらの信用もないからな。アイフリードは、あんた自身はどうか知らんが、
ギルドの世界で生きる俺たちにとってはアイフリードは最も許せない存在だ。そんな奴の身内だと自分で言って回るような奴と関わるのはごめんだ。金輪際俺たちの前に顔を出さないでくれ。今回の件を逆恨みしてうちのギルド員に何かするようなことがあったら黙っちゃいないぞ。ギルド天地の穴蔵を単なる測量集団だと侮るなよ。そんなことしないのじゃ。どうだろうな。何しろ護衛と称しながら船を襲った卑怯者の血が流れてるんだ。何を考えてるんだか分かんないさ。あんたも旦那かなんか知らんがあまり関わりにならない方がいいぜ。黙って聞いてるだけなのな。わからないのじゃ、じいちゃんのこと、事件のこと、本当なのか嘘なのか、悪人だったのかいい人だったのか。うちがわかってるのはうちにとってじいちゃんがとても大切な人だったってことだけ。だから否定も肯定もできないのじゃ。自分がどういう人間なのかもよくわからないか。うちはうちじゃ、それはわかっとるのじゃ。だったら言い返せることもあったんじゃねえのか。いいのじゃ、じいちゃんのことであれこれ言われるのはもう慣れっこなのじゃ。うちはそんなつまらぬことは気にせず気ままな宝探しを続けるのじゃ。そんな強がり言って一人になった時こっそり泣くなよ。泣いてなんかいられないのじゃ。何しろうちのモットーは辛くても泣かないなのじゃ。まあ何でもいいけど、そうは言っても宝探しの手がかりがない状態じゃどうにもなんないよな。何、当てはある。じゃあの、うん、ユーリよ、浮かない顔してるな。そんなに砂漠って危険なところなんでしょうか。リタがあんな真顔で冗談言うわけないだろう。そうですよね。皆さんを引っ張ってきておいてここまでなんて。みんなのことはどうでもいいんじゃねえの。だってしたいようにしてるだけだからな。でも肝心のお前はどうしたいんだ。私、それは自分が何者か知りたいって言ってただろ。そうですけど。エステルがブレイブベスペリアの雇い主だ。お前が行こうって言えば俺たちは行くし、代わりに行ってくれって言われれば俺たちがフェローを引っ張ってきてやる。ユーリ、私は焦って答え出してもしょうがねえな。世の中って分かんないよね。あのルインズゲートが裏で武器を売ってるギルドだったなんて。それも遺跡から不正に横流ししてる。世の中
裏表を作らないと生きてけない時もある。なんか悲しいね、そういうの。だったらカロルは正々堂々と生きればいい。ブレイブ・ベスペリアは胸張って生きゃいいんだ。そう、そうだよね。とにかく今はフェローだよ。ああ、砂漠に入ったらいよいよってとこか。ねえ、この依頼が終わったら一旦ダングレストに戻る？そうだな、とりあえずそういう話は仕事が終わってからな。仕事の報酬です。きっと高値で売れると思います。ここまでありがとうございます。え、何言ってるの、まだエステルの依頼は終わってないのに。みんなとはここでお別れです。お別れって、あんたはどうすんのよ。一人で行く気か？フェローに会うのは私の個人的な願いですから。何言ってんの、危険だって。だからです、これ以上みんなを私のわがままに巻き込めません。義をもってことをなせ、不義には罰を。僕たちの掟だね。どう考えてもエステル一人で砂漠の真ん中に行かせるのは不義ね。俺、掟を破るほど度胸ねえぞ。なあカロル。うん、そういうことのようだけど。私とても嬉しいです。でもやっぱりダメ。待ちなさいエステル、あんたらも何考えてんの、自然舐めてない。やばいからこそみんなで行かないとな。僕怖いけどエステルをほっとけないよ。あんた何とか言いなさいよ。ここでごねたら俺一人であの町戻んないとダメでしょ。それもめんどくさいのよね。まったく、あんたたちと来たらどうしても行くの？はい、私考えたんです。みんな自分たちのやるべきことを探してやりたいことのために頑張ってる。でも私はそんなこと考えてなかったかもって。私も自分の本当にやりたいこと、やるべきことを見つけなきゃって思ったんです。そのためにも自分で決めて、自分から始めたこの旅の目的を達したい。これはけじめでもあるんです。わかったわよ。入ろうじゃないの、砂漠中央部に。え？こんな頑固な連中、もう私には止めきれないわよ。リータ。リータこそついてくる必要ないだろう。エアルクレーネ調べるんじゃないのか。あんたたちみたいなバカほっとけるわけないでしょ。エアルクレーネは逃げないんだから、後でまた行くわよ。ただしこの町でちゃんと準備して万全で行くわよ。迷惑かけてごめんなさい。この旅の最初からこうなる予定だったろ。
ありがとうございます。あれ、ジュディスは？話はまとまった？とっくに。どうするの？行きます、砂漠の中央部に。だと思って準備をお願いしておいたわ。宿屋で貸してくれるそうよ。この町から出る前に十分に休みを取った方がいいわね。おっさん、休んでばっかり。そうね、一緒に添い寝してくれる？フェローはどうするかしら。うわあ、ドキがする。おいおい、おっさん大丈夫かよ。いや、鐘の音聞くだけで興奮してもういかんのよ。な、そのジャラジャラやめて、カロル君。なんだよそれ、勝手にしてろ。それにしてもたまったね。ああ、こんだけあったらパーッと使うと気分良さそうだな。ダメだよ、まだまだ貯めるんだから。おっと、さすがは少年、将来ブレイブベスペリアのアジトを買うために貯金だな。え、そんなこと考えてなかったよ。ただお金が貯まっていくのって気持ちいいよね。知っているかい少年、そういうのを主戦度っていうのよ。男は酔い腰の金を持たないもんだ。全部パーッと使っちまおうぜ。おいおい、それはもっとダメよ。まったくバランス感覚悪いわね、おたくらは。じゃあおっさんはどうすんだよ。おっさんに投資してみな。ギルド直伝の秘術で10倍にも100倍にもしてだな。却下。泊まれるか。いらっしゃいませ。水と黄砂の町、マンタイクへようこそ。この騎士、何？ご宿泊ですか？ああ、砂漠へ行くんで、その準備と少し休憩にな。ああ、砂漠に向かう準備をしてほしいというのはあなた方ですか。しかし危険なのは分かってる。そうですか。では立たれる前までに準備できるものをご用意しておきます。ご宿泊に400ガルドをいただきますが、よろしいですか。ではゆっくりお休みください。なんか変な雰囲気よね、この町。やたらと騎士が目につくし。とにかく今夜は寝よう寝よう。でもさ、騎士に入り口に立たれると落ち着かないよね。気になります？なるなる。まあ守ってくれるってんならいいんじゃない。さあみんな寝よう寝よう。世話になったな。どんな理由があるか存じませんが、やはり砂漠へ行くのはおやめになった方が。サンキュー。でもみんなで考えて出した結論だからな。そうですか。ではお約束のものを。水筒、こんな小さいの？十分じゃない？そうね、砂漠に生えてるある種のサボテンは水を多分に含んでるから。そう、そこからこまめに水を補給すればこれでこと足りるの。よく知ってるわね。ありがとうございます、助かります。いえいえ、
それらは差し上げますので遠慮なく使ってください。ここを出てすぐそこの分かれ道を右に曲がった突き当たりに湖があります。そこで水を汲んでいくといいでしょう。わかった。ところでさ、ここにいたあの騎士、何？ずっと見張られてておっさん緊張しちゃったよ。嘘ばっかり。あれは監視です。住民が外から来た方と勝手に話をしないように。どうしてそんなことを？理由はわかりませんが、執政官命令で私のような商売人以外は外出禁止なのです。なるほど。だから街中に住民の姿が見えないんだな。ここでも執政官が悪巧みしてるのかな。つい最近まで執政官なんていなかったのに、とうとうここに来て。そうなんです。ええ、最近ノードポリカで騎士団が動いているとか。ついに騎士団がベリウスの捕縛に乗り出したみたいですね。この町に帝国の執政官が赴任してきたのもその波紋みたいですね。騎士団がベリウスを捕まえるの？何でも闘技場のドゥーチェがジンマ戦争の裏で糸を引いてたらしいですから。ベリウスが？この町ではそう言われてます。まあパレストラーレがある限り帝国は迂闊に手出しできないはずですがね。ご利用ありがとうございました。え、ちょっ、世話になったな。湖に水汲みに行くぞ。まだ砂漠の端っこにある町だってのに、こうも暑いと頭がクラクラするわ。若いもんがだらしないね。あれ、リタが反論しない。暑い、マジで暑いわ。暑さのせいで聞こえてなかったみたいですね。